日本兵庫県神戸市垂水区、おとぎお月は、兵庫県神戸市垂水区にある町名。1町目から3町目がある。郵便番号は655-0882。2005年10月1日現在の世帯数は613。人口は、男性778、女性857で、合計1635。おとぎ地区の町並みおつき1町目で、 撮影四つぼ区地区の農業地帯を月三丁目で、撮影るみ区の南部に位置する。福田川砂岩の市営住宅などが建つ住宅地域である。青山台、宮間台がある、ジェームス山団地の再六にある。東は宮間台、南は大井田、西は東るみ山手、福田川を挟んで福田、北は東るみ町に接する。住居表示が実施されている。 1984年11月に、住居表示実施とともに、東タルミ町アザ、オツ、北に、ジアキキダイラ、アザ神家兵、ジスガの口、ジオンキの口の各一部より成立した、東タルミ町の障子、オトギ国に由来する。神戸市立福田小学校の東側は、かつて神家兵と呼ばれた、菓子団球場の大地でその南北に谷があり、それらの谷の名がオトギであった。 おとぎという名はほとに関係しているという説がある。また、仏の谷の天下であるという説もある。神戸市 A バスによる、垂水駅東側にある、垂水東口と、東垂水地区、塩屋地区を接続する路線バス、並びに山陽バスによる、小風台からの循環形式のバスが運行されている。神戸市バス並びに山陽バスのおとぎ一丁目、停留所がある。 私立小中学校に通う場合、校区は以下の通りとなる。ありがとうございます。